前々回の調校の際、左足だけが濡れていることに気づいたメガサブは、新しい普段履きの靴を手に入れたのである。I love Vans。しかし、普段履きの靴は汚したくない。釣りに行くときは、やはり釣り専用の靴が必要だ。そう、メガサブは釣り専用の防寒靴を手に入れたのだ。ホームセンター作3000円以内で手に入れたこの4センチ防水この4センチ防水が意味することとは一体どういうことなのか。4センチの水着は、いや待てよ、雨が降ったら靴の中に水が入ってしまうのか。まあそんなことはさておき、この4センチ防水防寒靴を履き、メガサブは海に向かった。とりあえず久々の大物狙いをしてみようと、外洋の海に向かってキャストを繰り返す。珍しくどんどんルアーローテーションをしていくメガサブ。しかしメガサブはふと気づいた。気になる。どうしても気になる。4センチメートル防水。そんな気持ちを抑え、メガサブはさらにルアーローテーションをし、投げ込む、投げ込む、投げ込む。潮は中潮。満月に近い月が頭の上から照らしている。悩みに悩み、とにかくローテーションで魚の位置を探す。メバルはどこにいるのだろうか。メバルは今何をしているのだろうか。でもそんな時にもどうしても気になることがある。4センチ防水の意味。いや待て、そんなことを考えている暇はない。今日はメバルを釣りに来たんだ。ジグタンのウェイトを変えたり、バームの色を変えたり、とにかくローテーションを繰り返し、扇状にさまざまな位置、さまざまなレンジを探っていく。しかし魚からの反応は全くない。なぜなんだ、なぜなんだ。半分諦めかけていたが、ふと気になることが。4センチ防水。そんな4センチ防水に気を取られながら一服することにした。全く当たりがない。やはり長い間釣りをしていないと魚の動きがつかめない。とりあえず来れる時に来てみたが、月に照らされ魚も隠れているのか。もう1時間は釣りしてしたであろう。もう帰るか。そんなに長くいても答えは出ないような気がする。この頃メガサブの右足に違和感が出ていた。そう、あの4センチ防水。メガサブの右足が大きいのか、4センチ防水の右の靴だけが小さいのか。なぜか左と右の大きさが違う。まあそれはホームセンターの安物。まあ想定内であろう。でも右足がきつい。さてメバルはどこにいるのか。ここで考え、このまま粘るか、一匹を探しに行くか。とりあえずメガサブは悩んだ。しかし悩んでいる頭の片隅に気に入られることがある。4センチ防水。とりあえず4センチ防水の防寒靴は気にはなるが、魚が見たい、一匹でいい。小さいメバル一匹でいい。せっかく
夜海に釣りに来たのだから全く魚を見ないで帰るのは嫌だ。なので目が覚めはどこかで見たことがある風景、そう前回のメバリング Vlog で2匹釣った場所に行ってみた。ここなら1匹ぐらいならどうにかなるのじゃないかと。しかし右足がきつい。でも魚はすぐに反応してくれた。あっさりその前の日と同じパターンで一匹のメバルが顔を見せてくれたのだ。メガサブは素直に嬉しかった。でもやはり右足がきつい。さらにやはり気になることがある。どうしても気になる。4センチ防水。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。